まり聞かれたことないかと思うんですが、少し宣伝をさせていただきたいと思います。岐阜県が作りました施設で、2020年の10月21日にオープンしております。これあれなんですね、関ヶ原の戦いが行われたのが、西暦で言いますとですね、1600年の10月21日だということで、この日にオープンしたということですね。で、関ヶ原の合戦について、紹介する博物館ですね。で、徳川家康のですね、関ヶ原の戦いにおける最後の陣地の場所ですね、陣馬廊っていうふうに呼ばれる場所のすぐ横になっております。それで、伊賀との関わりで言いますと、堤貞次ですね、それが関ヶ原をこう無事にした場所ですね。それが博物館が建っている場所ということになっております。それで一つはですね、博物館ですね、資料からこう、関ヶ原合戦について紹介するということも一つなんですが、もう一つはですね、周辺の史跡ですね、石田三成の陣跡とか、そういうところへですね、出かける際の拠点ということで、建てられた施設になっております。ですから来ていただきますとですね、ガイドさんの手配とかですね、レンタサイクルの貸し出しですね、そういうことを、行っている施設ですね。それからこの中でですね、人数制限ですね、予約制で人数制限して入館していただいているんですが、大体1年間で10万人ぐらい来ていただきまして、毎年いらっしゃる会長だったのかなということになります。コロナ禍の中で、しかも今関ヶ原すごい雪ですのでね、今でも50センチくらい積もってますので、ちょっとなかなか来ていただけないんですが、コロナが収まったものですね、ぜひ一度記念館のご利用観光いただければというふうに思います。はい、では、今日の話ですね、デジタル認証を活用して江戸時代の旅を探るというテーマでお話しさせていただきます。それでですね、今日私が読んでいただけたのはですね、おそらく東市に関わらせていただいたことが大きい原因というか、ほぼほぼそれが理由かなというふうに思ってるんですが、その中でですね、ここに書いてますように、タブと巡礼という項目ですね、このテーマの部分を執筆させていただいております。ちょうどあれですね、今回お話しさせていただきますのは旧制編ですね、本部の旧制編第2巻にあたりますが、その部分の執筆をさせていただいたということです。それで現在もですね、5000円で販売されているということですので、ご興味のある方はぜひですね、ご購入いただけたらと思います。5000円って、ね、非常に高額だと思うんですが、全部であれですね、1000ページを超えてますのでね、1ページあたり5円ぐらいというふうに考えると、ちょっと買い求めやすくなるのかなと思ったりします。はい、それで伊賀市ですね、執筆させていただいた感想としてはですね、秘蔵の国っていうふうにね、おっしゃられておりましたが、まさに名実ともにですね、非常に興味深い資料がたくさん残っている地域だなというのが正直な感想ですね。なかなかですね、江戸時代の文書でもあまり残ってない地域っていうのもかなりあってですね、自治体史を執筆するときに苦労することもあるわけなんですが、逆にですね、ページ数が限られる中で、どういった内容を書くかですね、それで困るというぐらい、資料がたくさんある地域というふうに認識しております。それで今日はですね、その志士を執筆した中でですね、どのように資料を調査したかということをですね、紹介しつつですね、今後のデジタルミュージアムですね、活用について考えていきたいというふうに思っております。それで今日ですね、今回は旅ということがテーマですので、ちょっとですね、旅っていうテーマを考える上ではですね、ちょっとあれなんですね、見ないといけない資料っていうのが他とは変わってくるところがあります。例えばですね、江戸時代の上野の町のことを考えるという場合にはですね、伊賀市に残る資料、あるいはですね、東道藩ですね、旅
間の記録、こういうのが中心になるかと思うんですが、ちょっと書かせていただいたんですが、単純の間は出発時ですね、これが居住地があって、経由地、途中で、まあ、泊まったところとか、途中で、まあ、観光した寺社ですね、まあ、参拝した寺社、そういうところで、最終的な、まあ、目的地ですね、こういうふうになってまして、それぞれにですね、まあ、資料が残っているということですね。ですから、伊賀志士が出血するためにもですね、伊賀の資料を見るだけではなくてですね、その目的地の資料を見ないといけないということですね。そういうことで、まあ、調査を進めたということになります。それで、今回はですね、志士の中で伊勢参り、富士山参詣、西北巡礼、温泉というふうな、まあ、コーナーを設けて執筆したんですが、この3つはですね、富士山の山系ですねについて、まあ、見ていきたいというふうに思います。出発地と、まあ、目的地の資料ということで、富士山を、まあ、例にして、お話しさせていただきたいと思います。何を写してんねんというような感じになるかもしれないですが、これはですね、数年前にコロナが、まあ、流行る前に富士山に登った時の、ご来光ですね。こういうふうな形で、なかなか綺麗なものですね。夜、あれですよね、富士山の、まあ頂上まで行って、まあ、ご来光を見るっていうのをね、多くの人がしているわけです。ちなみに、これは実は江戸時代からそうなんですね。松明を掲げて、まあ、登っているような、こう、作品が描かれた作品が残っておりますので、江戸時代にもですね、やっぱりご来光を見るということが、まあ、一般的だということです。それで、ですね、伊賀に残されている資料としましては、道中記録ですね。出発地には道中記録というものがね、道中記録、道中日記ですね。旅をした時の記録というのが、まあ、残されるわけですね。それで、富士山の山系についての、まあ、資料が残されているということになります。大垣県文庁ですね、旧の砲台村、ね、砲台村に、まあ、残されている資料になります。それでですね、お手元の資料もちょっと見やすいかもしれないんですが、順番に見ていきますと、今日は2年ですね、これ1800年に当たりますの、まあ、記録で、その次がですね、天保6年、1835年に当たりますね。で、最後はですね、2つ同じ年代なんですが、明治5年ですね、1872年の記録ということで、ここの大垣県にはですね、まあ3つの年代の富士山に登った時の記録が、まあ、残されているということですね。で、一番端の中身を見ますとですね、期間は6月の24日から7月の14日ですね。で、その次がですね、6月の24日から7月の13日、最後がですね、6月の20から7月の7日までということになっております。で、旧暦ですのでね、ちょっと今もずれるんですが、江戸時代にですね、やっぱり富士山に登るには6月と7月ですね。で、現在もですね、富士山に登るのは7月と8月ですね。この間しか登れないわけなんですね。非常に、短い間しか、行けない旅であったということが分かるのと、もう一つですね、両方ともやっぱり旅の期間が3週間ほどというふうな形で、非常に長い旅ですよね。3週間は、往復でかかるということが、こういう記録が分かるわけです。で、特にこちらもですね、資料ですね。こちらがですね、天保絵帳というふうに書かれているんですが、非常にですね、詳しく中身が、旅の、中身ですね、それが書かれている資料であります。中をですね、開きますとですね、ここでですね、金五両三部一首というふうに書かれておりまして、で、まあ、地政門というところに泊まった時の宿泊費であると
というふうに、まあ、書かれているわけですね。それで、まあ、こういうのをですね、全部見ていきますと、今回ですね、補足資料でちょっと1枚ペラッと A4 の表裏を配っていただいているかと思うんですが、付けさせていただいているですね、表1、表2というところですね、こちらをちょっとご覧いただきたいと思います。それからこの正面からですね、分かる記載内容ということになります。デジタルミュージアムを活用して江戸時代の旅を探る補足資料ということですね。こちらは見ていただきますとですね、表1のところですね、富士山に至るまでの工程ですね、これがまあ分かるということですね。どういうルートで富士山に行ったかということがまあ分かるわけです。それでこの正面でですね、今出している部分、地政も西の某、坊さんの某ですね、宿坊なんですが、宿泊施設なんですが、それはあれですね、26日のところですね、裏山、地政坊かっこ泊まりというところですね、これの記述になります。こういうふうにですね、どういうルートで行ったのか、そしてどこに立ち寄ったかというのが、まあ、この資料から分かるわけです。それでですね、富士山の山向けで非常に特徴的なのは、あれですね、この表を見ていただいたら分かりますように、途中でですね、大体まあ歩いて旅してますので、そういうふうにやったらあれなんですね、いろんな各地のお寺とか神社に立ち寄って参詣をするんですが、富士山の参詣の場合、非常に少ないですね。帰りがけにですね、7月2日のところで、秋葉山ですね。浜松市に現在ありますが、秋葉山であるとかですね、7月3日、蓬莱寺、これ、愛知県の新城市ですね。であと7月の5日に対馬天皇ですけど、まあ、対馬神社、現在の対馬神社ですね、愛知県の対馬市に、ありますが、まあ、あんまりですね、40日を経ずにですね、もう直線的に往復するというのが富士山への、まあ、山系ですね、まあ、実際にはてっぺんまで登ってるわけなんですが、富士山の山系の、まあ、特徴であるということがこの資料から分かるわけですね。で一方表記のところも見ていただきたいんですが、向こうもなかなか興味深いなと思うんですが、一つはですね、総額ですね、見ていただきますと全部でですね、金7両3種ですね。ですから、まあ、1両がこの時にですね、まあ、仮に3万円というふうに計算しても、富士山のあれですね、一番近い宿坊ですね、宿からですね、降りてくるだけで20何万、この部分でかかっているということですね。で、その他にですね、銭として26回118文というふうに書いてます。で、これはですね、関営通報ですね。関営通報で、関っていうのは千枚ということですので、まあ、全てこれに払ったというわけではないんですが、金額にするとですね、関営通報が26,118枚分ですね、これぐらいはこの金とは別に、まあ、払っているということですね。金7両3種以外にこんなに払っているということで、まあ、非常にだから富士山に行くっていうのが、まあ、お金がかかったということが分かります。それではこの表記のところで26日のところですね、見ていただきまして、道書にて名古屋付箋書いてますね。で、銭三貫458文というふうに書いているんですが、これだけですね、入山料になります。で、現在ですね、富士山はあれなんですね、一応入山料は1,000円、まあ、コロナでなかなかね、今難しくなってるんですが、入山料はあれですね、富士山1000円取ってるんですが、これ任意なんですね。払いたくない人は、まあ、断ってもいいということになってるんですが、まあ、江戸時代にはですね、もう強制的に、まあ、入山料を徴収していたということですね。
1人250円というふうに書いてますので、まあ、大体10円で、1問が10円というふうに換算するとですね、1520円くらいということですね。ですから、まあ、かえってですね、江戸時代の方がまあ進んでいるというか、まあ、先を見てたというようなところが、まあ、この資料から出されているんですね。こういうふうにですね、非常に地元に残る資料ですね、どういうふうに、まあ、道中で、まあ、お金を払ったかとか、どういうルートで行ったかというふうにですね、非常に、まあ、詳しく分かって江戸時代の旅を考える上で、まあ、重要なわけですね。で、他にですね、石像をですね、これもぜひあれですね、将来的にデジタルミュージアムでぜひ公開していただけたらありがたいなというふうに思うんですが、今も非常にあれですね、石像の石造物ですね、歴史的な石造物が多いなという印象がございますね。それで富士信仰ですね、富士山の山頂ですね、そういうものに関わる石造物もちらっと調べただけでもですね、結構ございまして、付属資料の表参のところですね、伊賀の国における、富士信仰関係石造物ということで載せさせていただいております。でこれについてはですね、伊賀市氏が執筆後ですかね、ちょっとですね、日本伊賀富士信仰会というところから補助金をいただきまして、報告書ですね、作っておりまして、でそこに載せております。17から19世紀の近畿東海地方における富士信仰の需要という冊子ですね。でこれは伊賀市の図書館に入れさせていただいてますので、ご興味のある方は手に取ってもらったらありがたいなというふうに思うんですが、ここにですね、記載の資料ですね、ちゃんと調べたらですね、これはもっと出てくるかと思うんですが、まあ21件ぐらいは確実に、まあ伊賀地域にあるということですね。で今回ですね、画面に映させていただいているのは、左側手の方ですね、こちらの方が市場ですね、市場の、資料ですね、表でいきますと市場の資料で、大野木ですね、大野木の、菅原大部神社ですね、そこに、まあ、ある金印なんですね。これが一番古くて元禄7年、5月8日ですね。で、南千元大菩薩というふうに言われているということですね。で千元大菩薩っていうのは富士山の、まあ、神様というか仏様というかあれですね、江戸時代のことですのでね、神仏集合で神様と仏様の区別っていうのがあやふやなわけですが、そういう富士山の、まあ、神仏を、まあ、祀っているということですね。おそらくですから富士山に行った時にですね、勘定してきたものですね、こちらに神様を移してきたものということになるということです。でもう一つはですね、右側の方ですね、ずらーっとこれ並んでるんですが、この表でいきますと5番から11番のものですね。まあ、これがすごいんですね。ホッケマの菊商人さんの、裏手ですね、お寺の裏手にあるんですが、享保17年1732年からですね、文政13年、1830年100年間にわたってですね、まあ、増留され続けているというか、同じあれですね、タイプの石碑が作られているということです。それでちょっと写真では分かりにくいんですが、上の方にですね、日文の夏にですね、描かれておりまして、奉納を立てまつる、富士堀、二世安楽宮ですね、っていうふうに書かれている。それで富士堀っていうふうに、まあ、ここに書かれているんですが、これは富士山に参詣する前にですね、精進決裁を行うという習慣がありまして、で、まあ、それを記念したもの。ね、ですから、まあ、
富士山の山系と、まあ、関係のある、まあ、あの石像ですということです。で二世安楽っていうのはあれですね、あのこの世とあの世ですね。それでそこが、まああの安楽に暮らせますようにという願いを込めて作られた石碑であるということになります。それで割とですね、一番の菊松院さんの方のですね、石像物はあの富士信仰を研究していただいた方の間では割合に有名なあのものでございますね。非常にまあ立派なものですので、あのあれですね、本当に何て言うんですかね、デジタルミュージアムにあのこういうのを増やしていただけるとあのありがたいなというふうに思うわけです。で以上がですね、出発時に残っていく資料ですね、まあ、こういうふうな感じの資料が残ってますよということをご紹介しました。次にですね、じゃ あの目的地ですね、目的地にあのどういう資料が残っているかというところを見ていきたいと思います。それでですね、あの富士山にあの、登る際にですね、現在はなんですね、6割以上はですね、こっち の、 あの北側から登るんですね。まあ、あの上の方までですね、5合目あたりまであの車で行けるんですが、ほとんどの人はですね、こちら の、 あの、吉田口って呼ばれている、登山口から登るんです。で、あの江戸時代の場合はですね、ここの地図に載せてますように、6つですね、登山口がございまして、あの大宮村山というふうに書いていますが、こちらのあれですね、静岡県側の登り口ですね。大宮っていうのは大宮浅間神社っていうのがありまして、あの村山っていうのはあれですね、弘法寺というあのお寺さんがありました。でそのお寺さんとかですね、その神社の宿坊ですね、宿屋をまあ経営してまして、まあ、そこのあれですね、神主とか山口さんとかがですね、宿屋を経営してまして、そ う、 あのそういうところに集まって富士山に登るということを行っていたわけです。でこちらは あれですね、静岡の津山というところもまあ同じような感じで神社があって、で神社が、まあ、あの神社の周辺に宿坊があるというような感じですね。須走もそうですし、吉田もそうですし、川口というところです、ね、それぞれあの、村山だけはね、お寺なんですが、他の神社はですね、まああのその神職の人が宿屋を経営しているという形ですね。でそういう形を取っていただきます。で、あの今の人がですね、実際にどの口から多く登っていたかというと、地理的な関係から、まあ大宮村山ですよね、こっちからまあ登っていたというふうにまあ考えられるわけですね。ただですね、実はですね、以下の人の記述っていうのはあのこっちの大宮村山ですね、特にあの村山の方にはあまり登ってないんですね。あの江戸時代にはですね、それぞれ何て言うんですかね、あの旦那部というふうに呼ぶんですが、それぞれの宿坊がですね、あの例えば伊賀の国はどこどこの宿坊が受けます、大和の国は、まあ、別の宿坊が受けますというふうにあの名前があったんですね。で伊賀はあの先ほど見ましたように道中記にも書いてましたが、あの池に西の坊って書いているあの地勢坊っていうところはあの伊賀の人たちを止めるあの宿坊になっているわけですね。ただそこの宿坊の資料が全く残っていないので、村山についてはちょっとなかなかわからないところが多いというのが現状なんですね。それで、あの次にですね、じゃあこの多く登っているだろうというのは当然あの須山ですね。須山になるだろうということで、あの須山調査に行ったということですね。で須山のですね、須山口のこう、宿坊の資料というのはですね、裾野市富士山資料館というところに所蔵されるんですね。で、あのどういう場所にあるかといいますと、一番わかりやすいのはですね、あの富士サファリパークですね。
に行かれたことある方もいらっしゃるかもしれませんけど、そこのですね、ちょっと上のところに、裾野市の、富士山資料館に行って、あれですね、調査してるとびっくりしたのがですね、どんどんと音が鳴るか、何かなと思ってたら、自衛隊の演習場はですね、すぐ近くなんですね。ですから、砲台の音が結構鳴り響いてる資料館っていうのですごい、印象に残ってるんですが、富士山がこれですね、ちょっとなんかこう、ウェアみたいなのがかかってるんですが、まあ、すぐ、近くの富士山っていうですね。それで、須山の集落っていうのはこんな感じですね。4時ですのでね、ちょっと暗いんですが、こういう形で、まあ、富士山が見えるということですね。で、現在はもっと上までですね、車で行けちゃうわけなので、もうここで泊まる人っていないんですが、江戸時代はですね、富士山のですね、東南ですかね、東南側でこうから登ろうとするとですね、ここが最後の集落なんですね。ですからここで、泊まってですね、いろいろ身支度を整えて登っていくと。ですから夜にこう富士山を登ってご覧を見ようとするとですね、ここで松明とかを買っていくんですね。それで富士山を登るというような形ですね。で、まあお金に余力がある人は合力とかをやるという形ですね。で、先ほどの道中記でも合力を、ね、雇っておりましたけども、荷物を運んでくれる人を雇うということですね。写真でね、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、ここがすごくえぐれてるのがわかるかと思いますが、これが宝永の噴火口ですね。まあ結構えぐれてるんですね。どっかーっとこうえぐれてまして、これが宝永4年ですね、1707年ですので、今から300年ちょっと前の大噴火を起こしたということですね。11月の23日に大噴火を起こして、ここが崩れましたということになります。ちょっと話が横道にそれましたが、こういう資料なんですね。富士山資料館に残されている、須山の宿坊の資料なんですが、こういうふうな記述になっています。で、ちょっと時代が後にですね、こう江戸時代の、まあ、宿泊者名簿をまとめたものになるんですが、それぞれ国ごとに分けてですね、これでした寛政7年ですかね。寛政7年に和英部の家臣らの文代という人と古平という人が登ったというような記述になっています。全部これあれですね、2人ずつ書かれているので、まあたくさんいた時はもう2人しか多分書いてないんですよね。そういうことで、まあ、人数についてはなかなかわからないんですが、どこに来たから来たかっていうのは、まあ、これを調べればわかるね。これを全部ですね、集計しますと、ざっとの、内容はこういうふうな内訳になっているんですね。寛政7年から明治23年、明治の記述はまあほとんどないんですが、寛政7年ですね、大体だから、まあ、100年ぐらいの間の。どれくらいの記述があるかというと、武家ですね。これは東道藩の藩士で、伊賀府家の 藩士ですね。で、武士の人が一軒戻っていて、でこれはですね、第三っていうふうに書かれてましたので、まあ、家老とか、まあ、そういう偉い人の命令を受けて、代わりに富士山に、まあ、参詣したということなんだと思います。あとは、綾軍が20件で、伊賀軍が26件、船張り軍が17件、で山田軍が26件というふうになるということで、割とですね、今全体でまあ満遍なく登っているのかなという印象ですよね。ただまあ、村数がですね、山田軍は26箇所しか江戸時代ありませんので、ちょっと山田軍が多いのかなと。いうような傾向が、まあ、わかるということになります。
ですから目的地のですね、こういう資料を調べますと、伊賀のどういうところから富士山に登っているかっていうのは分かるわけですね。ですから、まあ、場合によってはこの、この帳面に載っている人は、伊賀でこうさらに調べてこう合致させていくっていう作業を、まあ、できるということになります。一方でですね、こういう、宿泊者名簿ですね、そういうのとは別にですね、やっぱり地元にいろいろ記録を見てますとですね、伊賀に関する、記述っていうのに出会うわけですね。ちょっと一例をご紹介したいんですが、富士山の登山口の寺院、高木というふうに書いてますが、これはですね、先ほどの地図で見ました村山というところにお寺さんですね。でここは宿坊ですね、宿坊も兼ねてまして、そのお寺さんに泊まって、まあ、富士山に登るということをしておったわけなんですが、そこもですね、大峡坊っていうのが、まあ、個別の宿坊の名前なんですが、ここに大峡坊っていうところに残された資料ですね、そこにこういうふうに書かれてるんですね。八幡っていうのは富士山の山中の中の、まあ、地名ですね。伊賀室二箇所口ですね。伊賀室っていうふうに書かれているのはこれ山小屋のことですね。だから伊賀の、まあ、山小屋が二箇所あって、関東の住所はね、この6月、ちょっとこの宇都市っていうのが実は間違ってるんですが、宇都市ではないんですけど、まあ、間違って記述されているんですが、寛文13年にですね、建てられたと、1673年ですかね、結構まあ古い時期に建てられたということが書いてまして、ちょっと中略ですね、伊賀室を建てた人の名前がずっと載ってるんですが、ちょっと長いのを省略しまして、そういうこととしてですね、伊賀室を2箇所の位置というところですね、付属する、まあ、山小屋ですね、それを作ったのがですね、一種綾文になっていますけれども、綾文ですね。一種綾文、上の赤坂明白院というふうに挙げているわけですね。これ、次元村線が、3本、山田郡、戦後村、阿波藩邸、銀邸、再建というふうに書かれています。まあ、こういうふうに書かれてましてですね、伊賀の人が、まあ、富士山中で山小屋を作ってたよということが、まあ、記録に残っているわけですね。ですから、まあ、山小屋を作るぐらいですのでね、まあ、非常に多くの人が登ってたんだろうなということが、まあ、これによっても分かるんですが、この赤坂明白院というのが知られますとですね、逆に、まあ、地元の資料で出てくるということですね。ですね、伊勢ユーモというふうに呼ばれてまして、これデジタルミュージアムでも全部かけてないんですが、紹介されているものですね。今回はデジタルミュージアムの方からちょっと、写真を使わせていただいているところなんですが、小富士山というふうな方ですね、甲府で一宮村、関東遺産ね、ですね。ですから、山小屋を作った時の、まあ、10年前だったんですね。富士山で山小屋が伊賀の人によって作られた10年ぐらい前ですね。東国富士仙岳、富士仙岳っていうのはあれですよね、案内する人ですよね、富士山の登る時にですね、案内役をしている人、富士仙岳上の赤坂の明白ですね、明白に、明白という、山伏他力を持って、往年増流というふうに書かれております。小富士山というのはですね、愛国神社のですね、南宮山の別名になっているということが、まあ、この伊勢院に書かれているわけですね。そこにですね、宝殿を、まあ、作ったというふうに、富士山の神様を祀る宝殿を作ったんだということが、まあ、ですから、富士山の登山口の、寺院に残っている記録と、まあ、地元の記録ですね、それを、まあ、合致するということになります。で、ここでいいのはですね、逆にあれですね、
富士山の、登山口の寺院の資料を見てたから、まあ、気づいたというような形になってます。で、さらにですね、これもデジタルミュージアムに出ておりますが、英語綴略という地区ですね、こういうのがありまして、これもですね、東洋館 の, あの歴史を、まあ、あの記録ですね、あの時代順に、東洋館で起こったことですね、それを、まあ、記録した文書になる。でその中にもね、出てくるんですね。これは東映のね、11月の記事ですね。で、ちょっと読んでいきますと、赤坂町山口明学院ですね。また明学院が出てきまして、でそれのせがれですね。せがれ文吉に、千八部の大地震の説、富士の麓村山ですね。で先ほど出てきたこれ富士山の登山口の村山ですね。で上蓮寺、ここもやっぱり宿坊なんですね。富士山に登るときの宿坊ですね。上蓮寺にて、つぼれ屋に敷かれ愛博騒動ということで、地震でですね、建物が崩壊してその下敷きになって、まあ、亡くなってしまったということが記述されているわけですね。で、年号ね、見ていただいたら分かりますように、これあれなんですね、富士山が噴火した直前の記録で、富士山が噴火する前にはですね、かなり地震があったということが記録されているんですね。ですから、まあ、まもなくというか、ね、富士山がまた噴火するんじゃないかという話をやっていますが、きっとですね、富士山が大噴火を起こす前にはなく地震ですね、周辺で、まあ、地震が起こりますので、そうなるとあまり富士山でも登らへん方がいいのかなということになるのかな。この記録なんかはですね、だから富士山の側にですね、記述がなかったら、この明学院という人がですね、このせがれ文吉っていう人がどうして富士山の方に行ってたかっていうのがわからないんですね。で、富士山の方のこう、寺院の記録があるから、これはまあ、富士山の明学院というのが富士山の先達であって、まあ伊賀の人を連れて行って、際の、まあ、ことなのか、11月ですからね、まあ、登るっていうのもないんでしょうけど、何かの修行のためにですね、富士山の方に行ってたということですね。で、そういうことが、まあ、逆に分かるという資料になる。ですから、まあ、こういうふうにですね、出発地と、まあ、目的地ですね、これの資料をですね、相互で、まあ、対照することによってですね、まあ、非常に江戸時代の旅への理解が深まるっていう、まあ一つの事例じゃないかなと思います。次はですね、2番目のところですね、経由地の資料というもので、田村屋さんに残されております香の看板ですね、そのお話をちょっとしたいと思います。こちらでですね、世界の交流の傍らやということで、青になりますですね、スペースですね、ここに、まあ、保存されておって、伊賀市市の時にあれですね、初めて行かせていただいた、すごいなというふうに、まあ、思いました。宿地区とかはね、さすがに宿泊者名簿ですね、そういうのは、まあ、宿屋さんに残されている例はあるんですが、こう看板がですね、これだけ残されているといえば、まあ、ほとんどないんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こうっていうふうにね、言ってますが、こうっていうのはあれですね、現代風に言うと、まあ、旅行サーフィンですよね。まあ、みんなでそういう、例えば伊勢に行くんでしたら伊勢港、富士山に行くんやったら富士港というふうに、まあ、サークルを作りまして、そこでですね、まあ、お金を融通し合う場合もありますし、みんなで、まあ、行くというあれですね、団体旅行するというような例もあるわけですが、そういう中でですね、旅行のこう行くために作られた、まあ、グループ、それをこう
ですから、ここの田村屋さんの看板っていうのは、そういうグループがですね、置いてきた看板ということになります。ですから、そこの、あれですね、資料になるというわけですね。それに、田村屋さんの場合はですね、伊勢街道沿いですので、甲の看板ですね、ほとんど伊勢港によるものではないかなというふうに思います。それで内容的にはですね、あちこちのが載っていて、それこそデジタルアーカイブスで見ていただいたら一番いいかと思うんですが、大和、大阪、京都ですね、この辺りを中心としながらもですね、遠いところやったら、パリマとかですね、でさらに遠いところやったら京都の福知山とか岡山で倉敷ですね、この辺りの伊勢港ですね、それが置いていったというか置いてもらってた航路看板ですね、こういうのが残っているということになっています。こういう感じですね。私も本当にあれですね、これその量に圧倒されたんですが、江戸時代から明治時代ですね。で76枚ですかね。で、付属でも前あるのは確か田村屋さんの看板でしたかね。で、三重県の指定文化財も、結構古いですよね。昭和45年の2月25日というふうに書かれてますが、古くから三重県の指定文化財だっていうものと。でこれについてはですね、ちょっと2つほどですね、例を挙げてですね、見ていきたいなというふうに思います。これですね、トラオっていう伊勢港の看板ですね。それでですね、これまではですね、見ていただいて、こちらは、表裏でどっちの表裏かわからないんですが、文面はこうなってますね。英台ですね。丸と書いてあって、灯籠湖が丸となんですよね。そこの上が地平っていう人で、灯籠湖の世話人というのが書かれてあって、焼き印ですね、が押されている。見ていただいたらね、これ特徴的なのは、文面が全く同じなんですね。で、ほとんどのやつはですね、表裏で、表裏っていうのが分かるんですが、これについてはですね、どちらが表か、正直分からないというところですね。これ、なんでかっていうとですね、ここはあれなんですね、デジタルミュージアムのところでですね、ここを注目してもらいたいですね。同じなんですが、表裏なんだけど一緒なんですが、これ取っ手になっているわけですね。ですからですね、こう、店の軒先にこうかけましてですね、前から来ても見えるし、後ろから来ても見えるというような看板になっているんですね。ですから、軒先にかけてたっていうことが分かるわけですね。ですから、軒先にかけるぐらいですからね、よっぽど灯籠湖というのが大規模であったっていうね、非常にたくさんのこう加入者がいてですね、訪れる人が多かったということも分かるということですね。慶州からもそういうことが推し量れるということですね。これについてはですね、ですね、甲が発行したですね、帳面というのが残っているんですね。これは全く別の場所にあります。兵庫県の芦屋市で高級住宅地で有名な芦屋市に残されている資料で、灯籠湖が発行した帳面ということになりますね。で、ここはですね、ちょうどここあれなんですので、一種、青、田原屋っていう印鑑が押されております。こういう形になっています。ちょっと項目が変わっているとあれなんですよね。ちょっと年代が変わってですね、項目が変わった後のものということになるかと思うんですが、中身はですね、こういうふうな形なんですね。この伊勢港の、この灯籠湖に加入した人がですね、
どこ人まではいいかっていうのを書いているわけですね。パワハラさんのところはここですね。青でパワハラ。青で止まるにあったら、パワハラさんに止まってくださいねっていうことが書かれています。で、この登録庫の帳面にはですね、注意書きですね。ヤグラさんの注意書きが入っておりまして、総論文で書かれているんですが、現代風文と、こういうふうなことが書かれているんですね。一つ目はですね、脅迫者を、丁寧に扱ってですね、この帳面に反撃が目などをしてですね、別の役を進めないということですね。ヤグラさんでもですね、悪いヤグラさんは中にはあるのか、ここにですね、張り紙をして、次のところとかですね、張り紙をして、いやいや、こっちの方がいいやつですよとかいうふうに、進めたりするということが、あったんですよね。でそういうことは、しないでくださいよということですね。で、2つ目はですね、道中にて何か間違いですね。いざこざがあったらあるとかね、そういうことあるじゃないですか。一緒に泊まった人同士が、喧嘩するとかね、そういうことがあったときには、世話をよろしく。3番目がですね、子供まざる酒魚を出して、高額な処理をさせないようにという、酒とか魚とかを無理にしてですね、処理をさせないと。これはなんかあれですね、私も若い頃の経験があって、何も言ってないのに出てくるから、サービスなのかなと思ってたら、翌日なんかはですね、思いっきりなんか、生産の中に入ってたということがありますので、そういうことですね、そういうふうな、頼みもしてないのに、こう魚を出してですね、費用というようなことをしないということですね。で、最後はですね、無理の遊女などを勧めないようにということですね。そういうことで、宿に泊まったときにですね、無理な出費をさせないというふうに、頼んでるわけですね。それぐらいは受けた注意だと。そういうのがですね、登録法の内容で、なかなかですね、どこの宿がですね、宿泊するのにいいかっていうのがですね、遠隔地からとか来たら特にそうですよね。分かんないっていうことで、こういうような帳面を作ってですね、どこに泊まったらいいかっていうのが、決められているということですね。でそういうふうにですね、決めた宿にですね、こういうと交換板を置いていって参勤者が来た時にその目印にしてもらうということですね。そういう目的でですね、作られたのが、タワララさんの交換のということになります。で、もう一点ですね、見ていきたいと思います。もう一点はですね、地元のあれですね、今で作られたですね、これもやはり石膏、の、この看板ということになります。で、こちらの方はですね、さっきとは違いますね。表側はこういう形になっておりまして、裏側が、あれですね、こういう墨書きがいい状態ですね。ですから、これは軒先に引っ掛けるタイプじゃなくて、今でもあれですよね、こう、何々様ご一行という感じで、旅館の前にね、こう、札ができたりしますけど、そういうタイプなんですよね。店先の表にですね、こう掲げるようなタイプの、看板になっているということですね。ここにですね、伊賀高知というふうに、書かれておりまして、伊賀で結成された、石膏ですね。なんで、こう元が、あれですね、築山一夫ですね、という人が作っております。でこう見ると、ね、こっちもあれですね、孫左衛門というふうに書かれています。ですから、築山孫左衛門の活動なんですよね。この人が、こう見ると、元締め、ね、務めて、作った、伊勢講だと。これについてもですね、
て、表面はまあ残っておる。でこれについてはですね、ちょっと内容を伊賀市の方に、載せさせていただいてますので、補足資料の方でですね、少し見ていきたいなと。で、補足資料の方はひっくり返していただきまして、表現のところですね。いろんなルートがあるわけですよね。お伊勢さんまで行く間に、それで長野越えとですね、関越えと、青山越えですね、3種類、ルートが示されて、どのルートを取ったときにはどの宿で泊まったらいいというのが、まあ、書かれているわけですね。はい。それであれなんですね、合わせてですね、ここで面白いのはこの永代ですね。これ恐らく日の丸というふうに合わせると思うんですね。永代日の丸日産号というのに関連をしてたらどんないいことがあるかっていうのが書かれているわけですね。で、特典としてですね、こういうふうに書かれています。一つはですね、伊勢神宮の二の鳥居ですね。まあ、内側でですね、人を受けて、ほんで、お肉を頂戴できるという形ですね。でもう一つはですね、上の、天神宮、菅原神社ですが、こういって道中安全の祈願を受けることができる。まあ、これはあれなんですね、だからサービスでそういうふうなことで受けることができるというです。3番目はですね、津の高安大名なんですね。観音寺さん、熱の観音寺さんにあるんですが、そこのですね、安大如来がお伊勢さんの天照大御神ですね。これが、まあ、本事物、神仏称号のね、江戸時代の世界ですので、本来の姿であるっていうような説もあってですね、伊勢神宮に参る前にですね、この金剛阿弥陀如来とかですね、それを、まあ、拝むという習慣が あったんですが、拝むだけではなくて、まあ、無料でですね、公の会員ですよっていうふうに言うとですね、無料で見せてもらえるという特典がついているということですね。4番目はですね、ここの方と顔ぶれですね、徹底してまして、この方に入っている人は船の渡し賃が無料になるというようなことですね。そういうふうな特典がつくというものですね。でそういうことが書かれているわけです。ですね、河原屋さんの交換板っていうのを調べていきますとですね、今ちょっと2点だけ例を挙げたんですが、他にもですね、結構ですね、この表面が戻っているというものが、まあ、多くてですね、どういう、まあ、伊勢港であったかっていうのは、まあ、分かる例は多いですね。河原屋さんの、まあ、看板を掲げるぐらいの、まあ、伊勢港ですので、まあ、なかなか経済力があってですね、規模も、まあ、大きいものが多いので、こういう帳面を発行しているっていうことでね、多かったというふうに思うんですね。そういうことでですね、これについても玉屋さんの交換板の資料とですね、他の地域に残る資料ですね、それを合致させることによってですね、まあ、より理解を深めることが、まあ、できるということですね。そういうことが、まあ、あるかというふうに思います。ちょっと2点ですね、出発地と目的地、さらには経由地の資料というのを見てきたわけなんですが、2つともでですね、その遠隔地の、まあ、資料を調べるということが必要になるんですが、その意味でですね、でもデジタルミュージアムというのは、まあ、遠くに住んでいる人でも、まあ、容易にアクセスできると
ということですね。ですから、まあ、旅の研究を進める上ではですね、非常に、まあ、有意義ではないのかなというふうに考えておりしたようです。で、最後にですね、私、まあ、個人といいますか、が思いますですね、あのデジタルミュージアムへの期待っていうのをですね、お話しして、終わりにさせていただきたいというふうに思います。まず一つ目ですね、一つ目は、今のことを深く知るというふうに書かせていただいていますが、あの地域の、まあ、歴史を深掘りする、材料にするということですね。私もそうなんですが、なかなか住んでいるところのことでもなかなかね、分かっていないことも多いですので、このデジタルミュージアムを、活用してですね、地域のことを、の歴史を、深掘りするということですね。それが、1点目。2点目はですね、伊賀と地域とのつながりを、知るきっかけというふうに書かれておりますが、他の地域に住んでいてですね、で、そこに住む人々がですね、自分のところに住んでいる場所って伊賀とつながりがあるじゃないかっていうのを、発見する場ですね、そういうふうになったらいいのかなというふうに思います。で、今日はお話した例でいきますとですね、伊賀の一宮の和泉神社さんですよね。で、富士山っていうふうに言いましたが、南宮さんですね。それは美濃の、南宮大社の神様が祀られているということになりますと、伊賀と美濃、岐阜県ですね、岐阜県の関係があるじゃないかということになって、興味を持ってもらえるというふうに思います。それで、3点目、伊賀の歴史の魅力を発信というふうに書いております。見てきましたように、伊賀の歴史っていうのは非常に、奥深いものですね。石造物のお話もしましたけど、非常に他地域の人から見ても、興味深いものが、文化財がですね、たくさん残っている地域だというふうに思いますので、そういう魅力を発信することによってですね、伊賀に、多くの人が足を運んでいただくきっかけになればいいかなというふうに思います。なかなかね、コロナウイルスの蔓延でなかなか積極的に来てくださると言えない状況なんですが、収束した後にはですね、そういうことを、ぜひ積極的にできたらいいのかなというふうに思います。で、市長さんもおっしゃられましたように、ネットでですね、こういう文化財とか、もう見てしまったから実物を見ないでいいっていうのは、絶対ならないと思うんですね。現在でもその SNS とかでね、インスタ映えをするということで投稿された場所にまた人が行くっていうこともありますので、ちょっとですね、デジタルミュージアムで文化財ですね、魅力的な文化財を発信すれば、実物を見ないというふうなことに、なっていくと思います。そういうことでですね、伊賀の文化財の魅力、歴史の魅力がですね、日本あるいは世界にですね、広く発信していけたらいいのかなというふうに考えておりしております。今日のお話は以上ですね。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今日はですね、デジタルミュージアムの魅力ということで、今回、公開されましたデジタルミュージアム広野国外について少し、話をさせていただきたいと思います。私はですね、このデジタルミュージアムを制作をしているというか、発信をしているそれではの業者でございます。これでつながります。で、皆さんはですね、これにつなげていただくときは、例えば市役所のトップのページ、これ、伊賀市の市役所のトップのページなんですね。ここにですね、バナーを貼ってください。これですね。これをしたら同じところに行きます。ここに入っていただくのが一番わかりやすいのかなと思ってるんですけども、こんな感じで、あります。で、先ほどからご説明ありまし
したように、去年まではここの真ん中から3つですね、芭蕉と忍者と郷土資料というのを流していて、今回新しく文化財と歴史館というのが加わりました。もちろんこっちの方の資料も随分量が増えてきます。それで見ていただきたいんですが、まず芭蕉ですね。これはすでに昨年から公開されているのでご存知かもしれませんけれども、芭蕉の関係の資料60点のようなものに出てきます。とてもこれですね。これはもう本当に世界の誇れるものだと思うんですけれども、サラシナ紀行の芭蕉自筆稿本と呼ばれるものです。これをぐっとこう拡大してですね、手に取るように見えます。手に取るようにって言ったら、これ芭蕉記念館に行かれても手に取るように見えないですね。ケース越しで重要文化財ですので、これは重要文化財です。でそれをでも読めないですよね。でこれを読めるようにするためには、ここにこうスッと側を向いておりまして、ぐーっとこう見ると活字に変わるように、こんなふうなサイトをしておりますので、皆さんにもお楽しみいただけるかなと思います。そこ面白いのはですね、左右に並べることもできます。このボタンを押していただいたら、左右に並べてこんな風にずっと見られるようになるんですけれども、これ面白いのですね、稿本ですので、まだ出版されてないものですね。芭蕉が遂行した後、本人が遂行した後がこうやってこう見られるわけです。例えばここの吹き落とすと書いていたやつが、吹き飛ばすものですね。こういうふうに直すとか、こちらの長いところも落ちると、こんな直しを入れているのが見えるので、この資料非常に貴重だということが分かっていただけるかなと思います。こんなのもこう見られる。芭蕉のその直筆がたくさん入っていますので、ぜひですね、ご覧になっていただきたいと思います。ゆっくりお話ししたいんですけど、20分しか私時間がないので、どんどん行きたいと思います。その次ですね、次に忍者ですね。忍者資料ですね。これもですね、日本が誇る素晴らしい文化だと思うんですが、その中で例えばここにガツワリというのがあって、これを見てみましょうね。忍記伝という資料です。こういう冊子ですが、ですね、これの少し画像がありと書いてある。これを見てみましょう。これの見るんですけれども、これ何ですかね。横見るなんですけど、さらにこれを押すと、実際にこれを押すと忍者の中を入れて、これは忍者資料館で多分展示されてるんです。このままに大きく拡大して、特殊なものですね、大物子ですけども、こんなようなものが、こういった古文献と一緒に、写真も見られる、そんなような作業をしています。これまで釜をくっついたり、次のページにあるんですけども、あとはご覧になっていただきたいんですが、それからここにですね、ちょっとリンクが貼られてますけれども、どういうこれが書物だったかというのが分かります。これをもう記念館の人が目録を取ってくださっているので、服部半蔵が関係するものだということが分かります。これね、素晴らしいですよ。英語化されてるんですね。資料館の方が予約をして世界に発信する。インターネットで世界で見られますから。で、服部半蔵と書いてですね、服部半蔵の関係の資料がこうやってあって、実際になってこの下の方ですね、現在とつながっている。この服部半蔵はね、皆さん知っているその家康と伊賀越えをした服部半蔵のお父さんなんですね。服部半蔵のお父さんの方の関係だと思いますけれども、先ほどの目録を見ているかと思いますけどね、こんなようなものも見られます。特に子供たちなんかね、忍者は漫画家とか、お芝居の世界だと思ってます。実際にこの人がいて、こういうものを残して、資料を残して、さらにそのものも博物館になってて、これ全部つながると非常に面白い。それが我が家にあるということが、リアルに体験できるわけですね。さあ、その次行きましょう。次はですね、郷土資料。今回この郷土資料がすごくたくさん入ってます。何
て言うでしょうか、ここをどういう使い方をするかというと、ここにですね、資料種別というのがあって、古文書絵図、絵はがき、これ先ほど先生の話で、三宮古漢画、これちょっとあの区分してるんですが、私が面白いと思ったのは、この絵図です。絵図と地図なんですけれども、地図をですね、13枚この入れてます。特に面白いと思いましたのはこれです。上の城下町絵図、地図と重ねる、ちょっと特別な加工をしています。現在の地図と重ねてあります。こういう国土地理の地図です。今、皆さんというか私がそのいるところはここです。ハイトピア。これハイトピア。ハイトピアは、ハイトピアは何だったんだろうなと思うと、こうなったんですね。で、ここに堀が。外堀がもう埋められちゃってますけども、ハイトピアのここに東大手門があったんですね。これが、これ銀座通りで。銀座通りで、ちょうど今ここにいるのですね。ちょっとビューは読めないんですが、今日特別に、言っときますと。今、ちょっと特別な格好をしているので、ちょっと解像度を落としてください。こっちの、こっちの地図見てください。これは解像度高い、同じ地図です。今見てるのはここなんですけれども、さっき読めなかったけれども、こっちでは読めますね。反対向いても回転もできます、こっちだと。梅浜、頼むさん。この地図はですね、1715年とあの目録に書いてありますので、ここ見たらよくあるんですけども、当時はこの人が住んでいたものじゃないです。で、こっちは、今ここね、あの長屋になりますね、この長瀬が。この時は、本庄さんが住んでるかな、まあ、そんなようなことが、分かります。もう一回この、こっちですね。この時に、いや、色はなんかすごいですね。まんまなんですよ、当時のものは。ほら、道が、これ本町通りですね。本町通りを、西に行くと、ずっと道が、街道がつながっていって、鍵屋の先まで、これが鍵屋の先ですね。で当時はこの道がなくって、ぐるっと回って本町まで誘導していた。この向かい島のこの坂道のところになんか門みたいなのがあったということがこれで分かります。残念ながら時間がないので、ここで終わりますが、あとは自分たちで、ね、見てください。多分ずっと見てても楽しいと思います。今と重なっているというのが、本当に面白いですね。街が全く同じというのは、これが誇れますよね。これが、地図です。絵図っていうところ。それから絵はがき。これも面白い。絵はがきは209枚になってますけれども、これが何でしょうか。はい、これはどこでしょうか。わかりますか。わかりますね。百武銀貨って書いてあるんですね。これ、本町通りを西に見たところです。あ、これは分かりますね。沢野川です。沢野川です。こんなににぎわっていた。こんな本町と書いてですね。これの、今はどうなっているかというと、今と昔を並べてあります。これ今じゃないですね。百武銀貨なくなっちゃったので、どんどん変わっています。こんな感じで。それからはですね、もしそれと、そうです。同じ交差点から南を見た。これ105キロぐらいです。で、なんだかこう銀座通り狭いんですよね。これ戦前なので狭いんですけれども、これは建物疎開で、こちらの面を、一軒分立ち退きしたと聞いております。もう5年前の方なので、今こうなりますけれども、この一軒分まであって、こんなに狭かったんですね、銀座通りがね。まあ、こんなようなことが、あと5分しかない。というくらい。次ですね、城下図、もう一つ言わないといけなかったんですね。城下図ですね、今の並びだけじゃなくて、もう少し文化財の方が頑張って作ってくださって、こんなのもあります。これは何と重ねてるかって、これ読めないですね。これ安政伊賀地震の時の、その、藩が作った、壊れた、うちの、この赤いところが壊れてて、家で。で、
これね、ちゃんと活字に直してくださいますからね。東日向町つぶれ屋12件。この本棚は地震の時の地図ですね。たくさん家が壊れています。池屋市もたくさん壊れています。これ、城内は別のもう一枚の地図があるので、それを見ていただいたら石垣がどこが崩れているかなということが分かるようになっています。あとですね、先ほど来文化財の2件に一番多いと言われていますけど、こうやって文化財のデータベース464枚の文化財をこうやって見られるようにしてくださっています。例えばですね、なんか場所懐かしいのかなって上のところの裏面ですが、なんか蔵ですね。これも文化財、市の文化財なんですけど、で、これを、こう押すと目録があったり、さらに特別の解説の画面を作ってくださってしているだとか、文化財がいろんなところに行けるわけですね。文化がね、いろんなところというのは目録を見たり、で次に紹介する歴史探訪のページに飛んだり、で場所を指してみたりということができるようになっています。ちょっと歴史探訪の方もご覧いただきたいんですけれども、歴史探訪はこうです。地図から見るようにできています。このいろんなものが絵画の中にもあって、ここでテーマの違うものを見ますと、芭蕉もあり、忍者もあり、いろんなテーマを決めているんです。でそこの中でこちらのこのポチッと押していただくんですけど、このテーマが出てきて、例えば近代建築と見ますと、今度こう近代建築だけ出てまいります。ですね、多少のクロスと旧多少のものが表示されて、それで本当に詳しく文化財の方が、書いてくださっていて、こういう、で場所がここです。で、写真が皆さんご存知ですかね。の場所が設計図もありますね。これ正面から、このも、こっちの平面図なんですね。こういうのもあって、さらにこれを見ていただいて、どこにあるのかなと見ると、ピタッとこうその場所を指しているんです。こっちに図が指してるんですけども、この場所が、ですよというのが、こういうような特別の作りになっているので、ぜひですね、皆さんもご覧になってください。今日も、自分たちで楽しく見ていただくことが可能だということです。この QR コードをさせていただくと構いませんので、ぜひご覧になってください。今日紹介するのはこの資料です。で最後ですね、これ多分課題を申し上げることがあるんです。成長する赤で、このままだと、でなくてですね、どんどん使用も増やしていただきたいし、それから使っていっていただきたい。知らない人まだ多いと思います。知っていただくためには、そうですね、いろんなね、観光案内にこういうのつけておいていただきたいですね、QR コードを。これで他にこう、つながるように、パンフレットとかつながるようにしていただくと面白いかなと思っているんですけど、その方はですね、学校で使えるんじゃないですかと思います。それから、観光であれば使っていただきたい。QR コードに行っちゃいましたけども、QR コードを見ていきます。あとですね、いろんなイベントに使えるんじゃないかなと思ってます。街歩きで使えるように、さっきね、地図も作っていただきます。写真なんかどうでしょうかね。皆さんから持ち寄りの写真、それから同じところを撮りに行こうよみたいなイベントを出てもらったら面白いかなと思っています。あと昔だったり、昔はこうだったよね、すごい100銀行あったりで、そこの前に違う言語もあったよね、とかいろいろと面白いことが語れるんじゃないかなということで、小さいサークルでもいいんですけれども、これを使いながらどんどんこう使って、まだ知らない人がいると思いますので、お仲間の方にこんなのあるよというのを言っていただいたら嬉しいな、そんなふうに思っています。ぜひですね、
このふるさと伊賀の伝統と文化を世界発信できるんです。世界を発信して、そして未来を発信しましょう。これをこれから生まれてくる人も含めて子どもたちに伝えていけたらなと、言って使っていただけたらな、そんな風に考えております。ご清聴ありがとうございました。